いつまた君とボロボロになりながら何もなく荒れ果てている田畑を桑で耕している五郎そこにトモ子がやってくる「苦労なるけもう中入ろや」それでもまだ 手を休めようとしない頃父ちゃんそれでもやめない頃見ていられず近づくも子子どもの頃村には友達がいなかったいい成績とっても 金持ちじゃけ先生がひいきしよんでと言われて俺は喧嘩ばっかりしとったよやっと手を止めた頃ずっと考えてた富の不公平が人間を不幸にするはあ 社会主義運動に飛び込んで大学もやめ俺は貧しい人たちの味方になるつもりでいたそれがどうだ誰よりも貧しいのはこの俺だそのくせガサガサと野良仕事に明け暮れる親父さんを心のどこかで見下してた

どこでや家族四人で暮らそう <laughs> どこに行くあてもないのに行くとこなんかどこでもええやここにおったら父ちゃんの心死んでしまうよ 行こうな <laughs> 父ちゃん。とも子に背中を抱きしめられながら五郎は前だけを見ていた。